SFE 貿易の答えです。本日のブログは、パワーゾーンっていう話しますね。パワースポットとかパワーゾーンっていうのは結構、言われてますよね。まあ、最近、スピリチュアルな世界でですね、そういうのが流行ってます。で、パワーゾーンっていうこの本をね、私と知り合いの人が紹介してもらったんですけども、これ実に面白いと思ったんですね。これはどういうものなのかというと、まあ、占星術ってありますよね。占星術っていうのは、要は天体との位置によってですね、人の運命を占うという占いがあるんですけども、まあ、それは西洋占星術とか、また、そういうふうなことで結構有名ですよね。まあ、私にもそれ深く勉強するわけじゃないんで、わからないんですけども、このパワーゾーンの本に書いてるですね、要は、生まれた時に、天体の配置がどうだったかっていう、天体の位置がどうだったかという、内容をですね、書いてる本なんですね。で、例えば、私の場合は1973年7月27日の、12時ですね、28分生まれらしいですね。まあ、28分ぐらい。で、そういう風な時間に生まれた時の、配置、まあ、これ図を出してるんですけども、その時に、天体がどのような位置にあったかっていうんですね。まあ、要は、まあ、太陽の位置とか、それを計算しても、大体その真正面になる位置なんです。地球上で、要は真正面に照らされる位置だと思うんですよね。で、まあそういうふうな天体の位置を見れば結構面白いものがあります。で、占いにはですね、やっぱりこう太陽とかですね、月とかですね、水星、木星、土星、火星とか、要は、地球上のですね、星、まあ地球の太陽系の星とですね、また、まあ地球の周りを回っている月とかですね、そういうふうなものが影響し合っているっていうふうなことは言われている。これ手相の中にもね、実は、太陽の丘とか月の丘とか、まあ何とかの丘って結構天体に関するね、丘の名前ってあるんですよね。で、まあ星占いでもその位置を計算して大体の流れを見るというふうに言われてます。で、たまたまですね、この星がどのような位置にあったかっていうのを、これをコンピューターで解析をしてですね、その位置を、要は線で表してます。で、そこの位置に行けばですね、何か変革がある。例えば、太陽のところっていうのはやっぱりその成功とかですね、例えば、木星ですね。これも安定とか成功っていう意味があるんですよね。まあ、権力とか。で、逆に言えば、戦いっていうか、激しさがあるのは火星とか。これも手相の上でもそういうふうに言われてるんですけども、これは実に面白いと思うんですね。で、例えばそういうふうな、太陽の位置に行けばですね、結構いいことがあるというか、まあ、成功しやすくなるとか。また、土星の位置もいい、土星というかね、木星の位置にもいいようですよね。また他にも、まあ、いろんなその天体によってね影響されることっていうのがいろいろあるみたいで、それはこのパワーゾーンっていう本の中にいろいろ書いてます。で、まあ、これは生まれた時のエネルギーっていうか、生まれた時の星がどこにいたかっていうことを示しているもので、その位置に行けばそういうエネルギーの影響を受けるというふうに言われています。また、現時点での星の位置っていうのもありまして、じゃあ今日の今の一瞬では天体はどういう位置にいるか。で、それが自分にどういうふうな影響を与えているかっていうのも、こう二つを加味して考えるらしいんですね。まあこれって非常に面白い一つのまあ占いの原理だなと思いました。まあ私は日々ね、手相しかやってないんですけども、こういうふうな見方もあるというのを知りました。で、意外とですね、こういう本を見たらですね、まあこういうふうに見ればどこ行ったらいいのかなとか、まあ結構ですね、日本でも法医学っていうような話がありますよね。法医はどっちの方行ったらいい、どっちの方行ったらいいことがあるとかっていうんですけども、これ私もなかなかね、手相だけではそれわからないんですけども、まあそういうふうな昔から言われているようなものを、例えばこれをうまくデータベース化して表したのがこのパワーゾーンの本に記されているですね、このグラフではないかなと思いました。まあ本日はね、一つ、例えば、今が運が悪いなとか、例えば運気を変えたいなと思うと、旅をしてください。というふうな話ですね。旅をすれば運気が変わるかもわかりません。そういうふうな内容の話も結構この本に書いてますんでね。まあ一つの参考にしてください。以上です。